京賀・島は、日ソ貿易の拠点である、大林殿白に、交易の拡大と風雨による波浪を避ける目的で、築造された人工島、上安3年に竣工する。その広さは、平家物語に、一里三十六町とあることから、三十七ヘクタールと推定されている。京賀島、京の島とも書く。後世・兵津にちなんで兵庫島とも称された。 塩土山を切り崩した土で海を埋め立てた。工事の際、それが難航したために迷信を信じる。貴族たちが、渡積の怒りを沈めるために、人身獄をすることになる。一説には、平の清盛は、なんとか、人柱を捧げずに埋め立てようと考えて、石の一つ一つに一切経を書いて、埋め立てに使う。その後、事故などもなく無事に工事が終わったためにお経を、 広げたような扇の形をした、この島を今日が島と呼ぶようになったとされる。ただし、実際の工事は清盛生存中には完成せず、清盛晩年の自称4年は、近隣諸国や山陽道、南海道に対して妊婦を徴用する大乗官府が出され、最終的な完成は平家政権滅亡後に、 工事の再開を許された東大寺の長元によって、研究7年になされたとされている。平家物語では、清盛自身、死後に、窓か実るという層によって京ヶ島に埋葬されたと記述されている。現在では、度重なる地形変化等により場所が特定できずにいるが、おおよそ、神戸市兵庫区の阪神高速3号神戸線以南、 JR 西日本和田岬線伊藤の地であると見られており、松尾丸の石灯が伝えられている、兵庫島城町の来号寺周辺とする説もある。ありがとうございます。